最近飲み会で、シゴリンの飲み会で、マムシ漬けがむちゃくちゃ効きましたという話をしたらみんな釘付け。はい、秀吉です、どうも。マムシが効くって話したらみんな、本当に？秀吉がスーパー秀吉になる話をしたらみんな釘付け。どうもすいません。すいません。こんな話はどうでもいい。すいません。今日はですね、またこれからターンをですね、ターンを上手くなりたい方、にですね、ちょっとまた一つワンポイントアドバイス、ツーポイントアドバイスになればと思いまして、フロントサイドとヒールサイドのちょっと特性の違いと、こうちょっとフロントサイドのこう後ろに乗るイメージというのをちょっと少しお話ししていきたいと思います。はい、基本的にはこうフロントサイドとヒールサイドっていうのはちょっともちろん形が違うんですけれども、ヒールサイドは前足をね、前の違う動画でも前足をこう伸ばせば伸ばすほど角付けは立つと、こうね、角付けは立ちやすいという感じなんですけれども、でフロントサイドなんですけども、フロントサイドにこう入るときに、前、あの、えーと、フロントサイドは膝を曲げないとこうダメという特性があります。まあ、ダメというか、膝を曲げます。で、フロントで足がこう伸びてるとこうダメです、フロントは。フロントはこう伸びてたらダメです。はい、大前提にフロントサイドはこう膝をこう曲げていく特性があります。はい、膝をこう曲げていきます。ヒールはこう伸ばす感じです。前足ですね。で、後ろはこう曲げるんですけども、この違いがあるというところです。フロントと、バックサイドの違いですね。はい、フロントは基本、大前提としてはこう膝を曲げる。で、イメージでこのフロントサイドなんですけれども、ですね、これですね、こう後ろの腰をですね、腰をこう後ろに乗せていく感じ、腰を後ろに、フロントサイドもフルサイドも後半、ターン後半はもう9対1、8対2ぐらいに、はい、後ろにこう乗ります。後ろにこうなるんですけども、ぐーっとなるんですけども、この腰がこう後ろにこのぐらい、はい、イメージ的に腰がこういきます。この腰ですね。はい、結局後ろに乗りますんで、まあ、後ろ膝こう曲がるんですけども、それと一緒にこの腰が後ろ足に乗る感じですね。こう乗る感じになります。こういう感じ、はい、乗していく感じのイメージになります。はい、こんな感じのこう、ちょっとこれがね、こうイメージで、まあ、後ろ足を、まあ、曲げれば自然とこう後ろに乗るんですけれども、こう後ろ腰がこう、はい、こういう感じに乗る感じになるんですけれども、はい、もちろんここでですね、はい、いつものこのくの字は、はい、このくの字はですね、くの字は必須になります。必須になります。懐ですね、懐は作ります。ちゃんと懐は、はい、懐がこう結構重要ですね、この懐。はい、懐を作る感じがすごく重要になります。この特性がですね、はい、このフロントサイドとバックサイドの大きな違いになります。フロントサイドは必ずこう膝を曲げていく感じになります。はい、曲げていく感じになります。で、ぐーっとこう後ろに乗る感じになります。これがフロントサイドの形になります。ヒールサイドは、はい、僕の違う別動画でもこの腰をこう平行移動で行くんですけども、前足をこう突っ張り気味でこう切り替えていく。はい、腰はこうこっちへこういう感じで、これですね、これ、はい、今フロントを、腰はこのままこう平行気味でこう変えていくね。はい、こんなイメージになります。このこれがですね、この違いが
大きな違いになりますので、これをですね、この違いがよく分かっていれば上達にかなり、つながると思いますので、この違いっていうのをしっかりイメージして、はい、フロントサイドはちゃんと膝を曲げていくと。で、もちろん前半は前から捉えて、はい、後ろをもう後半、中盤、ターン中盤ではもう後ろ9対1もしくは8対2ぐらい乗ってるという感じの意識でこうですね、はい、膝を曲げると、はい、フロントは膝を曲げていくと、はい、バックサイドはこう突っ張り気味で、はい、突っ張り気味でこう、突っ張り気味でこう、こうですね、こう感じでこういう、はい、こう、はい、こういう感じになりますので、この違いが大きな違いになります。さっき言ったこの腰がですね、フロントは腰がこうやっぱり、はい、こうなってますね、こう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 やるね、はい、こんな感じになります。で、腰が、後ろ足曲げれば、こう、はい、自然とこう、後ろに乗るんですけども、はい、これはまあ、あくまでもイメージとして、人それぞれの感覚がですね、はい、違うと思いますので、この感覚の違いでこうやって、はい。で、前の違う動画でも言った、これが重要。フロント終わったら、このまま平行でこう、バックサイド。突っ張り気味で、突っ張り気味でこう、こう切り替えていく。はい。これ、こういう感じでこうイメージとって、あとですね、上体の背筋ですね、背筋。これがすごく重要。はい。これすごく重要。背筋なんですけども、背筋はまあこうちょっと違う動画でやりたいんですけど、背筋はですね、こう、背筋は、こう、猫背の背筋はこう、ちゃんと背筌はしっかりしててください。こっちの方がいいです。はい、ちょっとこれから別動画でね、ちょっとやりたいと思うんですけども、はい、背筋も重要です、もちろん。フロントサイドもこう、あんまり猫背気味はよろしくないので、やっぱこう、姿勢ですね。こう背筋っていうのはこう、やっぱり、はい、重要です。しっかり。腰をこう後ろに乗せていくという。で、切り替えは腰がこのままこう移動していくという。はい、で、こうやっぱニュートラルマッチはもうスタンド入るようになればこう、はい、ニュートラルですね。こうですね。懐も作る懐。はい、ニュートラル。はい、これすごく重要になりますんで、この違いはですね、フロントは膝。はい、膝を曲げるですね、こう。足伸びたまんまこうとは違います。フロントはやっぱりこうですね、膝を。で、バヒールはこう、前は突っ張り気味でこういくという違いが大きな違いになりますので、はい、これをですね、意識してみて、こうちょっと、フロントのターン、トゥーのターン、ヒールのターンでこうちょっとね、練習してみてください。はい、なんか一個でもね、ああ、なるほどってこう一個でもね、参考になってもいただければ、すごく嬉しいと思います。あ、なるほど、そういうことかと、ちょっと分かってきたってね、もうちょっと思っていただけると、すごく嬉しいと思います。今日も高いので暑い。はい、こうね、もう本当にシーズンもですね、もう3月入っても雪がもう少なくなってきまして、もうこうシーズンもね、なんかだんだん終わりに今年雪がなさすぎて、はい、もう終わりに近づいてる感がなんかすごく感じるんですけども、はいね、なんかまだまだ滑りに行けたらね、こういい感じでね、いい天気で、いい景色の状態に当たると最高なんですけど、はい、で、ツイッターもですね、サボリーマン秀吉部長でね、社畜管理職の僕がですね、はい、毎日いろいろつぶやいております。はい、スノーボードやね、動画にある、スノーボードやバイクのね、動画には関係ない、まあ、こうね、いろいろ人生とかね、こうね、仕事とか、健康とか、こう食事とか、そういうツイッターをですね、いろいろ上げておりますね、こういう食事はいいよとか、こうね、僕の好きなね、いろんなジャンルがちょっとありましてね、こうね、はい、そういうことツイートしてますね、よかったら覗いてみてください。いつもね、動画見ていただけるようなどうもありがとうございます。はい、できたらいいねもしていただけるとすごく嬉しいです。ありがとうございます。はい、どうも本当、いつもありがとうございます。ではまた。